山田です。外で買い物をした時に買い物袋、向こうがつけてくれたビニール袋とかが自分が買ったものよりも微妙にちっちゃくて、あの持ち手がなんかもう全然こう手が回らない状態で持って帰ったことがある方、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。あの私まあよくスーパーに行くんですよ。で毎回ね、まあスーパーね、こう自分でね家からバッグ持ってきゃいいんですけれども、まあちょっとあの忘れちゃったよみたいな時ってビニール袋買ったりするじゃないですか。でビニール袋何枚にしますとか、サイズどれにしますとか聞かれるじゃないですか。で、あ、このサイズのやつ1枚でって言って、でそれいざ詰めようとした時に、足りないってなって、もう一回買いに行く。あ、でも俺が指定して自分、恥ずかしい、もう一回言うの恥ずかしい、え、どうしよう、あ、もういいや、子供は帰るみたいな感じで帰ることがですね、年に 3,4 回ぐらいあるんですね。あの自分が買った量と袋をドンピシャで当てる能力が僕は欲しいです。はい、ということでね、あのまあ割と1週間前ぐらいにあったんですけどね、そんな事実ことがね。はい、あの今日はですね、あの来月のポケモン GO の話でございます。はい、あのまだですね発表来てないんですよ。はい、新シーズン9月、あの次のシーズンでパルデア地方のポケモンが来るよということだけは、まあニュアンスでね、こうもう公式でバッて言ってるので、まあ来るんだろうな、どれが来るんだろうなっていう、まあそういう感じになっているんですけども、なんとですね、ゴーフェスの追加情報の中にですね、そんな来月に関係するそういった内容があったんですよ。でですね、もうこの内容ですよねから多少の推測がですね、もう来月どんなポケモンが来るのか、どんなパルデアチアのポケモンが来るのかみたいなことは多少ね、こうちょっとあの推測できる感じになっておりましたので、今回はですね、ゴーフェス関連ももう間もなくなんですけどね、ここの追加情報のお話をまずはしていこうと思います。そこからね推測できる話もねちょっとねさせてください。それではやっていきましょう。はい、今回発表されたのはですね、ゴーフェスのウルトラアンロックについてですね、ゴーフェスグローバルっていうのはこれ1日目と2日目同日で内容が若干異なるんですけれども、この1日目ですよね、土曜日はですね各生息地の時間帯っていうのがですねあります。まあ、あのすでにねご存知の方も多いと思いますが、一応ね説明させていただきますと、ゴーフェス8時間ある中でですね、1時間ごとに出現するポケモンっていうのは変わってくるんですね。野生で出てくるポケモン、でお香に関してチケット買ってるとこも変わったりするんですけれども、こちらがですね、まあ 1,2,3,4 時間、まあ4種類の、まあ出現タイプがあって、それが2回繰り返されるんですよね。でこれを各時間のことを生息地とまあ言っているんですけれども、今回ですねこの生息地の時間帯ごとにですね開催されるグローバルチャレンジアリーナというものがございます。このグローバルチャレンジというその名から分かる通り、まあ世界中のトレーナーでこのミッションクリアしようねみたいな、そういったものなんですね。でこちらがですね、まあ、20個のチャレンジが、合計あるみたいです。まあ、4,5,20 ってことなのかな。一つの生息時間に、一つの時間につき、まあ、5種類ずつあんのかな。こちらのチャレンジをですね、まあ、20個達成できるとですね、発生するウルトラアンロックボーナスというものが今回発表されました。まず一つ目はですね、ハテナハテナハテナの冒険。はい、こちらですね、おそらくイベントタイトルなんですけれども、イベントの発表が来ていないので、まだちょっと隠されている状態ですよね。そのイベント内で追加ボーナスが発生しますよと。でこの追加ボーナスというのがですね、タイムチャレンジとレイドボス、さらにはボーナスなんですね。でこのボーナス発生期間ですよねっていうのが9月の5日から9月の10日というふうに言われております。つまりですね、これこの日程内にですね、おそらくイベントが来ます。はい、イベントが発生するんですけれども、そこのイベントに多分追加でボーナスが乗ってくるっていう感じですよね。それのイベントタイトルがハテナハテナハテナの冒険ということなんですよ。でここのイベントですよねの詳細やアンロックされるボーナスのね中身に関しては残念ながらまだ発表されていないんですよね。ただまあ分かることは、一つ目はまあレイドですよと、ウルトラアンロックされるのはレイドですよと、で、タイムチャレンジでまあ何かポケモンが新規の色違いが来ますよと、そしてボーナスですよね。ここはもう分かってるんですよ。ポケモンを捕まえた時にもらえる XP が4倍、すごくもらえる経験値4倍です。卵使ったらもう経験値が一瞬で集まっちゃいますね。もう一個がポケモンを捕まえた時にもらえる星の砂が4倍、4にこだわってる。
何なんでしょうかね、この4という数字にこだわってるのこれ何なんでしょうかね。はい、まあ、とにかくですね、こういうことがまずボーナス発生しますよと。で、ウルトラアンロックとあとはレイドボスですよね、はい、に関してなんですけども、まず無料のタイムチャレンジはですね、初登場となる色違いのポケモンなんで、これね、書き方的にですね、多分すでに実装されているんだけれども色違いが今回解放になるのかな。まあ、もしかしたらもうこいつ自体が初の可能性もまあゼロじゃないんですけども、はい、まあ、とにかく新規の色違い来ますよと。で、もう一個星1レイドに関してはですね、もう 1,2,3,4,5 と、はい、色違い出ますよと言われているんですが、ここに関してはですね、新規の初登場色違いとは書かれていません。ただ5種類いるんですよね。多分ポケモン GO にすでに実装されているポケモンなのかなーって感じしますよね、この星1レイドに関しては。で、ここのウルトラアンロックのさ、レイドバトル5種類じゃないですか。5っていう数字を見てちょっと思ったことがあるんですけど、これね、パルデア地方関係ない説が僕の中であるんですよ。まあでもそれは本当にただこれが5個並んでるからだけなんですけど、これもしかしたらなんですけど、フラベベなんじゃないですかね。新規の初登場色違いとは書かれていません。あのフラベベって現在ね5種類いるんですよ。まあ、本家の方にいるやつを、まあ、ポケモン GO に実装持ってきてるので、5種類のこのフラベベ、だから全部の花が、レイドボスとして、レイドバトルで入手できるようになって、かつ、ここで、フラベベの色違い実装。みたいな。可能性としてはゼロではないのかもなと思ってます。ただまあその場合はあのなんかこのイベントですよね、パルデアの冒険とかのイベントなのかなと思って、探ってたところがパルデアかなと僕は思ってるんですけども、なんかくくりがもしかしたら変わるのかみたいな、そういうちょっとね、まあ疑惑は僕の中ではまだあるんですけどね。そしてウルトラアンロックがですね、新登場のポケモンっていうのがあるんですよね。こちらはですね、同じくですね、20個のグローバルチャレンジが達成できるとですね、上記期間にてさらにある特別なイベントが開催されますよと。で、これはね、イベント期間違うんですよ。この上のイベントが9月の5日から10日で、これは9月の10日から15日で、ここのイベントで新ポケ4種らしいんですよね。はい、電気と飛行と虫と氷ですよね。はい、これはパルデアな気もするんですよね。まあ、なのでもしかしたら9月の5日と10日、そして10日と15日で別のイベントですよってなっているのか、もしくは通してのイベントなんだけども前後編で若干内容を変えるみたいな、そういう風な可能性もなきにしもあらずなのかなと思っております。で、この4種のポケモンなんですけれども、これがまあ新ポケモンなんですよね。だからポケモン GO に実装されていないやつが来るであろうとで思うとですね、まあじゃあこっちはパルデアの可能性高いのかなと思って、ちょっとですね、パルデア地方のポケモンですよね、ポケモンスカーレットバイオレットの、図鑑みたいなやつをちょっと見てるんですけども、まず虫だとですね、僕この子が一番まあ、有力株かなと思ってるのがタマンチュラ、まあ、時点で豆バッタなんですけど、あ、ごめんなさい、もうここまで今一瞬出しちゃったんですけど、こっから先ちょっとあのパルデア地方の図鑑ですよね、パルデア地方のポケモン見ながらお話進めるんで、見たくないという方はですね、もうごめんなさい。もうタマンチュラ豆バッタ、この2匹に関してはもう出ちゃったんですけども、まあでも、公式のあの映像とかにもね、あのこれリリースされてるからね、映像とかに載ってるんで、まあちょっとあの、公式は隠してない情報なんでちょっと怒らないでほしいんですけど、こっから先ちょっともっとガンガン映しちゃうんで、あんま知りたくないなという方はですね、一旦この辺で動画止めていただければというふうに思います。じゃあお話進めますね。まあ虫タイプだったらタマンチュラ豆バッタ、この辺来そうだなと。っていうのはこの辺ね、あの結構序盤に出てくるんですよね。はい、冒険の最初の方に出てくるポケモンなので、まあそういった意味では出しやすいのかなと。で、電気タイプも来るじゃないですか。パモ、これもまあ来てもおかしくないなと思うんですよ。僕めっちゃ好きなんですよね、パーモットを使ってた最後。もうずっとパモを入手してからね、最終進化までね、僕ね、もうずっと旅パに入れていたんでね、かなり、こう、あの、好きなんですけど、もう強いからね、パーモットね。はい。まあなので、これが来てくれても嬉しいんですが、電気タイプといえばですね、あの、電気単体で強えなっていうのもやっぱいるじゃないですか。そして、今回のね、まあそのスカーレット・バイオレット SVO ですね、パルデア地方を代表する電気タイプかもしれません。ズピカとハラバリーですね。はい。もうこれはね、もうあの、戦った
ていうね、ストーリーやってるとね、このハラバリーとのバトルをやる機会がありますね。なんじゃもちゃんのね、これはもう手持ちでございますので、まあハラバリーの方が電気タイプのイメージあるなっていう人は結構多いんじゃないかな。で、ここですね、回電対回電、ここはですね、まあいるんですけど、これ飛行枠なんじゃないかな、もしかしてと僕は思ってます。回電も電気枠で来る可能性あるんですけども、あの電気タイプとしてはこの、ハラバリーとかパモが来て、で飛行では回電対回電とかありそうだなぁと僕は思ってます。あとはね、氷タイプをですね探したんですけど、パルデア地方ね、新しい氷タイプ全然いなくて、でどれだどれだどれだっていう風にこう探っていった時にですね、あ、なるほどお前かと思ったのがアルクジラですね。はい、アルクジラとハルクジラ、これね、まあ、氷のエリアなんで、ストーリーまあまあ進めてったタイミングでまあ出くわした方多いのかなと僕は思うんですけど、まあ氷いそうだな。ハルクジラ、ハルクジラはしかも結構強いんじゃない、なんかポケモン GO でね、強そうなポケモンがね、まあ結構混じってる気もするんですけどね。まあ結構ですね、そのタイプ的にですね限られるんですよね、実装パルデアだとしたならば。ってなってくると、今言った中の、ね、どれかが、はい、ポケモン GO に実装なのかな。シガロコとかもあるかもね、虫はね。なんか虫タイプ結構いますね、こうやって見るとね。ということで、まあ、10日からのウルトラアンロックですよね。はい、こちらは、まあ、多分パルデア地方だろうと。はい、僕はちょっと思ってます。はい、ということで、まあ、今回ね、ちょっとあの、ウルトラアンロック、そのポケモンわかんない状態でですね、発表されましたけれども、おそらくゴーフェス終わったらね、すぐ詳細出ると思うんですよ。あの、基本的に次のシーズンですよね、何やるよ、みたいなの、月末とかにね、結構ナイアンティックドカッと発表してくれるので、まあ、そこで、判明した内容で、またちょっとね、情報を取ろうかな、というふうに思いますので、よろしくお願いします。いや、そういえば発表されてなかったねっていうのね、もうあの、うっかり忘れてました、僕も。あの、ゴーフェスってね、毎年なんかその開催に向けてちょっとずついろんな情報を小出しにしていくんですよね。で、まあ、小出しってされていくんですけども、そうしていくと、そういえばあれの情報ってまだ出てなかったよねとか、なんか、あれってどうなったっけみたいなことって、毎年で僕起きてるんですよ。あの、ウルトラアンロックに関しては今年ほんとそうでした。え？なんだっけそれ。ああ、なんか発表されてなかったね。ああ、みたいな感じになってました。はい。まあ、でもね、来シーズンに、はい、繋がるお話だったので、まあ、知らないとですね、え、何それってなっちゃうとね、ウルトラアンロックとかグローバルチャレンジとかもいいやみたいな、わかんないけど適当に他の人に任せようってなっちゃうかもしれないので、できる限りね、みんなね、これは当日、ちょっと話していきましょう。いや、ゴーフェス、もう間もなく始まりますのでね、皆様ね、ゴーフェス楽しんでいきましょう。ということで、今回はこの辺で終わろうと思います。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。もしよろしければ、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。私はまた X、インスタグラムやっております。よかったらフォローお願いします。ゲームチャンネル、サブチャンネル、ポンタンチャンネルございます。もしよろしければ、こちらのチャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあ、また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。